高知市保健所によりますと小林製薬の紅麹サプリメントについて昨日までに3件の相談が寄せられましたこのうち症状があったのは2人で1人は去年5月から紅麹サプリメントを飲み定期健康診断で腎機能の状態を示すクレアチニンの値が基準値を超え倦怠感があったということですもう1人は去年8月からベニコジサプリメントを飲み 腹痛や手足のむくみ、体の痛みや吐き気などの症状が出たということで、保健所は2人に医療機関を受診するよう促しました。2人とも持病があったため、サプリメントとの因果関係はわからないということですが、高知市保健所は小林製薬が販売した紅麹関連食品の飲食を中止し、症状がある場合は医療機関を受診するか保健所に相談をと呼びかけています。